ウィッファルボールバットボールウィッフルボールは野球を原型として考案されたスポーツ。1953年、米国コネティカット州に住むデビット・エノ村ニ位によって考案された。もともとはスペースの限られた自宅の庭で息子と手軽かつ安全に野球をするにはどうすればよいかという着想から生まれた。根強い歴史があり、現在も米国などで主に レジャースポーツとして愛好されているほか、リーグ戦、トーナメント戦も行われている。ボールには穴が開いており、空気の抵抗力を利用して様々な変化球を投げることができる。日本では日本ウィッフルボール協会主催で大会を開催している。野球と同様、2つのチームが攻撃と守備を交互に繰り返して勝敗を競う。ピッチャーは、 形ゾーンという敵に向かって、ボールを投げ、バッターはそれを打ち返す。最小 1VS1 からでも勝負が可能である。基本的なカウントの仕方、4ボール3ストライク3アウト交代。ボールが体に当たった場合は、デッドボールではなく、ボールとなる。バッターは、基本走塁なし、ファウルチップが形ゾーンに当たった場合は、ストライクとなる。その他ウルあり、2ストライクで、 アウト等のルールも存在する。マウンドから、K ゾーンまでの距離アメリカでは各、リーグごとに異なる。11から13メートル、バックヤードルールミドルピッチルールに多い14.63メートル、アメリカの各地には多数のリーグが存在し、各、リーグごとにルールがそれぞれ異なる。主に、バックヤードルール、ミドルピッチルール、ファストピッチルール、とされるものがある。 バックヤードルールとは、名前の通り裏庭で遊ぶ用のルールであり、ウィッフルバットとウィッフルボールを使って投げて、打って遊ぶスタイルのことを指す。ミドルピッチルールとは、バックヤードルールをさらに競技性を強くした内容のものが多い。ウィッフルバットとウィッフルボールを使用し、休息制限を設けてプレイされていることが多い。ファストピッチルールとは、バットは、 ムーンショットバット、自作品バット、ブリッツバットなど、バレる部分が大きくなっているバットとウィッフルボールを使用し、急速制限なく豪快な投球をするのが印象的である。アメリカには様々なスタイルが存在し、厳密にくくり分けすることが非常に難しい。ファストピッチルールはこちら。日本語版、ファストピッチルール概要を参照。日本ウィッフルボール境界ルールはこちら。 https://j-w-a-a-itel.jimto.com スラッシュ wifreball とは、お参照。攻撃側相手投手が投げた球を打って、所定のエリアまで打球を飛ばすことによって、出塁、得点を得る。守備側投手は、軽ゾーンに向かって、 ボールを投げる、相手に得点を与えないように打者をアウトにする。カウントの仕方や、3つアウトを取れば、攻撃に移れる点など、野球と同様の部分もある。1試合のイニング数は3イニングマッチ、5イニングマッチなど、リーグによって、設定は異なる。野球と異なりキャッチャーが不要なため基本的には、主審なしで遊ぶことができる。1チームは、 約3から6人の選手で構成される。アメリカでは各リーグごとに、フィールド内に入れる最大人数、登録人数は異なる。フィールド内人数投手野手2名計3名、投手野手3名計4名、投手野手4名計5名など、ウィファル公式ボールウィフフルール中空で8つの穴が開いたプラスチック製のボールウィファル、ボール、インク車の正規品ウィフフルバット黄色い、プラスチック製の アメリカでは、正規品バットをはじめ、自作したバット、ウィッフルボール専用に販売されている、ムーンショットバット、ブリッツボールバットなどを使用している。軽ゾーン回、リーグ戦などによっては、バットの指定や、長さなどの規格制限がある。軽ゾーンウィッフルボールにおいては、保守がおらず、代用品として、ストライクゾーンに見立てた、長方形の的を使用する。ノーバウンドで当てた場合ストライク。 それ以外の場合は、ボールとなる。K ゾーンは正規品の販売がないため、塩ビ感パイプ等を組み合わせて自作するしかない。各リーグによって、K ゾーンの大きさも異なる。ウィッフルボールにおける変化球は野球におけるそれよりも、複雑な空気抵抗を受け、非常に独特かつ大きな変化をする。アメリカの一部のリーグではボールにナイフで傷をつけて、 ボールの空気抵抗をさらに受けやすくして、より強烈な変化球を投げて、プレーをしている。内野と外野に分かれているフィールドウィッフルボールの、フィールド形状、サイズはアメリカ各リーグによって大小異なる。アメリカでは、右の図のフィールドのような、内野エリアと外野エリアで分かれているフィールドが、主流のリーグが多数存在します。アメリカリーグのルールフィールドについて日本語翻訳した。 概要はこちら、ファストピッチルールフィールド概要フィールドは、扇形ではなく三角形である。それぞれ、打席に近い方から、シングルエリア、ダブルエリア、トリプルエリア、ホームラインエリアと区分される。グラウンドのサイズは、以下の通り規定されている。前述の通り、ウィッフルボールでは、必ずしも走塁は求められない。フライの打球が、シングルエリアに落ちた場合は打、 ダブルエリアに落ちた場合は二塁打となり、移行同様に三塁打、本塁打としてカウントする。アウトとしてカウントされるのは、空振り、見逃し三振の場合、ファウルライン、フェアラインで、フライの打球を取った場合、ゴロの打球を直接フェアライン上で補給した場合の三つである。ありがとうございます。